山村幸弘は、日本の実業家。ダブルクリック、エキサイトの代表取締役社長を歴任、元グラムメディアジャパン株式会社 CEO 兼、シニアバイスプレジデント。2014年パズルリング設立。スクーエアエニックスホールディングス社外取締役、プロジェクト8株式会社非常勤取締役、トランスコスモス株式会社顧問。 XAD ジャパン顧問を兼任している。京都市出身。京都東山高校卒業、天理大学外国語学部フランス学科卒業、1986年、トランスコスモス入社。同社営業副本部長から、米国法人の取締役、取締役事業企画開発副本部長を経た後、1997年に、 ダブルクリック株式会社設立とともに代表取締役社長へ就任。1999年エキサイトの日本法人責任者、翌2000年同社代表取締役社長に就任。まもなく親会社である米国法人がアットホーム社に買収される。エキサイトは米国法人エキサイトアットホーム社が 大きな負債を抱え倒産したにもかかわらず、日本法人は独立し、形状黒字化を達成。2004年にはジャスダックへ、株式公開を果たし会社を存続させた。ポータルサイトの株式公開は、ヤフー株式会社に次いで2番目であり、その後、ポータルサイトはどこも上場を果たしていない。ヤフージャパンとの差別化戦略を指揮。2008年8月、 米国女性向けナンバーワンメディア、グラムメディアの日本進出に際して、日本法人である、グラムメディアジャパンに、CEO 兼米国グラムメディア、インクシニアバイスプレジデントに就任し、ダブルクリックで、広告配信ネットワークを立ち上げ、女性向けに特化した、ポータルサイト、ウーマムキサイトを立ち上げ、国内の女性向けサイトナンバーワンに成長させた、ノウハウを活かし人頭指揮をとっている。 今や、その女性向けネットワークは、iPhone や Android フォンをはじめとする、スマートフォンの領域にも広がり、日本国内のみならず、米国グラムメディアインクシニアバイスプレジデントとして、アジア圏では韓国で、グラムコリアを立ち上げ、東南アジア6カ国も管轄としグラムメディアの国際化とビジネスの拡大に貢献している。 2014年株式、会社パズルリング設立代表取締役現在に至る。また、スクウェアエニックスホールディングス社外取締役、プロジェクト8株式会社非常勤取締役、トランスコスモス株式会社顧問、XAD ジャパン顧問を兼任している。ありがとうございます。